持ってるんで、そのペンライトに関してはね、やっぱ、アーティストのそのライブの内容次第では、いい武器だなとは思いますけどね、俺は。だからそのペンライトイコールアイドルのイメージみたいなのは、あんまよろしくない気はする。持ってくんなっていうのもちょっと違う気がするしね、俺は。理由があるからね。そうそう。で、まあ俺らもなんか、じゃあ、両手が空くようにどういうのにしたらいいとか、そういうことを考えるっていうね、余地があるから。それで楽しくね、やれるっていうのもあるし。いろいろやっぱあるんですよ。そうなのよね。まあ、あんまりこう、すでに存在しているものに対してあんまりこう否定的な意見は言いたくないからまあ言わんけど、光る T シャツは原価高そうだね。昔あったんだよ、そういうの。ズボンはね、ジルサンダープラス。プラスの方です。携帯のら、水曜日の頑張らさんです。携帯のら、携帯の電気をつけるっていう文化はもう結構昔から実はあって、そのやっぱりペンライトを買うっていう文化の人たちは、その持つ、そのやる、それをやる必要がないから多分知らないんだと思うんですけど、海外では割と主流。海外には多分そのペンライトっていう文化わかんないです、今はね。BTS とかがもしかしたらもう世界的に、認知を広げてる可能性はあるので、今のその現状を何とも言えないですけど、昔はなかったと思うんで、まあそうだね。確かにその意見もある。視界が邪魔をするっていうのはそうだね。高く上げて、だからまあ、難しいよね。ダンスボーカルってダンス見てほしいという、そもそものショー的な概念でやってるじゃない。でも、なんだろう、やっぱり音楽だから普通にフェスとかみたいに気にせずわーって手を挙げて騒いでほしいという気もあるしね。まあ俺はどっちかといえば、まあ、後者が好きだけど、でも、翔然として見たいっていう人の気持ちもすごく、わかりますから。まあ、ここはちょっと難しいところですよね。人それぞれ、まあ、いろんな人がいて、楽しみ方も人それぞれっつうところでね。ペンライトがないと白い目で見られるっていう現場は、俺は良くないなとは思うね。うちの現場がそういうふうにならないことを祈ります。持ってたらより楽しいけど、持ってなくても別に楽しいで良い気はしますな。ブレス型は確かに邪魔しなくていいかもね。うちわの概念は難しいな。うちわ、
がやっぱりこうメインになっている文化もあるからね、そこに関しては、うん、難しい。個人的な好みで言うんであれば俺はあんまり好きではない。見るということと音楽を楽しむっていうことの、2点から考えるとずれてる気がするからっていう理由だけどね。まあ明確に個人の誰が好きとかっていうのをこう分かりやすくする指針の一つとしてみんな使うんだろうけど、でもそれだったら例えば、まあ、うちだったらなんか、俺だったら、俺が作ってる T シャツ着てくれてるとかの方が明確な気がするね。上に上げて、肩より上に上げてる人ってあんま見たことないけどね、そもそもね。難しいところじゃない？ファンサという概念はどう受け取るかっていう受け取り手の問題でもあるよね。その視線を集めるっていう意味で言うんであればすっごい変な格好したらすごいえってなるじゃない。そういうのもあるだろうし、でもそれはなんだろう、そのえってなって見てるっていうこととなんだろう普通に見てるっていうのの意味が違うよね。かな。僕は個人的にはあまり反応しないようにはしますね。作ってるという事実はすごく努力があるんで、そこはすごいですというのは言いたいが、それでそこに反応するっていうのはフェアじゃないかなとは思う。ソタン同じことでした。まあ別にここらメンバーですれ合わせた記憶はないけど、なんとなくなんじゃない。だから逆にお客さん来てくれる方の服とかめっちゃ見てますからね、そちら方が気になるよ。私はもう意外とね目良くなったんで見えますからね上まで。あ、野外フェスはタオルあった方がいいんじゃない。その降る降らない以前にその汗拭くっていう意味でもあった方がいいかもしれないですね。身長で見えないもんだよ、つれ。ねえ、それわかるよ。俺も昔行ったライブとかも一番最後尾とか行ったらもうってなりながら見てたわ。オペラグラスは難しいな。だって別にさ、誰に迷惑かけてるわけでもなく、しかもね、視力っていうのは人それぞれだしね、どんぐらいのあれなんだろうね、その度合いというか。
しかもアリーナぐらいだとね、ちょっとやっぱ場所によっちゃちょい遠いって思う人もいるとは思います。こっち側からすると意外と見えてるんですけどね。レーシックしましたよ、目は。アリーナツアーはもしかしたらアイテムは間に合わないかもな。ちょっと難航してんですよ、本当申し訳ないですけどね。ただあんまりこう、早く作って雑にというところにフォーカスしてないんで、もうちょっと待ってもらえたら。でもまあ、ちゃんと発表的なのはもうぼちぼち準備してはいますね。レーシック怖かった、あんま怖かったイメージはないね。頑張ってるよ今ちょうど。もう10時かな、まだ5分ぐらいあるかな。昔はコンタクトをねしてましたけどね、そのストレスから解放されたのはかなりでかいっす。手術した後、術後ね、すぐはね、目痛かったですよ、こういう状態。寝て起きたらもう。NFT をもうちょっとで準備が整います。今までの私が貯めてきたものを少しずつ出していこうと思ってます。それはもう世界で個数が限られてるものだから、それをどう使おうと、もうその手に入れてくれた人の自由だから、それはもうオフィシャルで例えばSNS 系のアイコンにしたりとか、勝手にプリントアウトしてポスターにして家に貼ったりとかっていうのは、こちらとしては大丈夫ですよっていうものにしようとは思ってます。てかまあそういうもんだからね、 NFT って。アップルペンシルの使い越しもう最高ですね。やっぱ新しいの本当にいい。アイコンにしてもいいですよ、いいですよってか、俺がイエスって言ってどうなのかっていう話なんですけど、でもそういう条件というか、そのどう使おうと、まあありますよ規約はね、そのどう使ってはいけないというルールはありますけど、基本的にはそのこっちが普通に放出しているものを例えばスクショして使ったりとかすると、それは著作権的には良くない話に なりますけど、そうならないものっていうことなんで、あんまりちょっと数いっぱいあるわけじゃないですけど、ちょっとずつこう増やしてねいけたらいいですよね。そう、販売目的にしなきゃ大丈夫っていう、まあざっくり言うとそういうことよね。もっと細かいルールは多分あると思うんですけど、僕が知りうるルールとしてはまずそんな感じ。いやー、リナツは声出せないと思うな、まだちょっとまだ分かんないですよね。ぼちぼちです。なんかキャパシティも本当ね、日によって変わって、日によってっていうか、その
どん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 ね変動してるんですよ。だから今ね何とも言えないんですよ、そのルール的なものに関しては。もう今こういうルールですよって言っても、もう来週とかにはもしかしたら変わってるかもしれない。だから良くも悪くもね。なんでちょっと今ここで俺があんまり簡単に言えないんだが、そういうことです。今日はレインボーのお二人です。イケちゃんに関しては1ヶ月ぶりぐらいかな。じゃあ YouTube でもやってくからね。